ウルトラマンタイガー、主人公工藤博之役の井上裕貴です。いよいよウルトラマンタイガーの放送が明日に迫りました。工藤博之とはですね、正義感が強くてとても真面目な性格なんですけど、まあ、正義感と真面目だけじゃなく心の中に熱い思いを持った青年で、タイガータイタス風磨と一緒に事件を解決していって、まあ、世界に平和をもたらすという、まあ、役目を持ってます。決まったと聞いた時の驚きは本当に人生で一番です。ウルトラマンになるんだってやっぱ考えるとワクワクゾクゾクしてくるような思いがすごくありますね。だからその時に自分が子供の時に思っていたようなかっこいいウルトラマンに自分がなってやるぞという思いで今は頑張ってます。今回の作品について色紙に自分の思う言葉を書きました。それはこちらです。絆という文字なんですけど、そうですね、文字を考えるってなった時に一番最初に出てきた文字がこの絆だったんですけど、工藤博之としてやらせていただいている上で絆って本当に大事だなってすごく日に日に強く思っているところなので、今回はこの絆という文字を選ばせていただきました。ウルトラマンタイガー第1話放送まであと1日。いよいよウルトラマンタイガー第1話明日放送です。お楽しみに。絶対見てね。ウルトラマン太郎の息子、その名はタイガー。おいスクワット、俺はお前でお前は俺だ。光の勇者タイガー、ナイトクルーナ、良き旅の終わり。新番組ウルトラマンタイガー7月6日土曜日朝9時スタート。